分でわかるリンリンパラレル。2014年10月頃、友人の誘いによりドラクエ10アストルティアの地に誕生。ドラクエ10ではドレスアップにハマる。ドラクエ10で知り合った友人よりドレアってどうやって作ってるの?というお話で、それを見せるつもりで2016年7月12日から YouTube 活動を始めちゃう。そうこうしているうちにいろんな動画を出してみようかなと思うようになる。そして好きな仮面ライダーの玩具のレビュー動画を出してみた。それから1年間はレビュー動画や実況など、様々な瞑想時期も続く。そしてあんまり活動は変わらず、2018年8月2日、すごい軽いノリで V カツリンドが作れるかどうかやってみた。作れちゃった。同年8月20日、ノリで受肉。この時はどういう活動をしようかというのは特にはなく、なんとなく今までと同じように楽しくやっていこうかなと思っていました。そして2018年9月にあった北海道地震を受けて、その日生存報告のためにスマホで生放送を行う。その際にそちらを見てくださった方から、この放送を見ていて元気になりましたという言葉をいただき、私がこのように活動することで、元気を皆さんに少しでもお送りできたらなと思うようになり、私のテンション元気明るさで少しでも元気になってもらえるような活動に主軸をチェンジ。でも大きくは変えず、今まで通り私の楽しいを全力でお届け。で、結局、リントって何者?何をしている人なの?っていうところよね。R 世界とドラクエ10のリンドが融合し、受肉。様々な技術を駆使し、様々な姿を持つ。V カツとか、V ロイドとか、フィギュアとか。なんでこんなに増えたのかな?現在行っていることは様々。ドラクエ10の実況をメインに、ライダー玩具のレビュー、飼っているペットのご紹介、 R 世界からのドラム動画、 VR チャット内での散策、 MMD を使用したモーションや踊り、ストップモーションアニメーション、いろんなものを使って PV を作成したり、 3D モデリングなどにも挑戦しております。これからもいろんな活動を、そしていろんなことをやっていこうかとは思っております。多種多様、多彩なことを行っていくチャンネル。それがこちら、リンリンパラレルです。そう、リンリンパラレルのパラレルには、私がパラレルワールドという言葉からあやかりつけたものになります。なので、パラレルワールド、並行した世界。そちらですね、と同じようにいろいろな様々な世界を飛び回るようなチャンネルを作っていきたいと思っています。なのでリントはこれからも様々な世界を飛び回りながら様々なことに挑戦していこうかなと思っております。これからもよろしくお願いいたします。それでは以上、リンリンパラレルのリントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。